こんにちはアマゾンサポー,ター堀秀夫です今日は商品選びのヒントをね、えー、ギリシャで、まあ、スーパーで買い物したときに、まあ、レシートで消費税率が違うと、ね、ヨーロッパはよく24%とか言いますけど、まあ、実は24%じゃなくてね、えー、高いものは24%、まあ、主に贅沢品、で必需品は13%、まあ、必需品、必需品の中でも、まあ 超必需品っていうのかな、0%の商品もある、そして13%、0、13、24と3段階になってるんですけど、それがちょうど商品探しでね、どんな商品が利益出しやすいか、あるいはすぐに大手が入ってきてダメになりやすいか、そういうヒントにな,りやすいなる、まあ、いい事例だったんで、ご紹介します。この具体的な商品を挙げてる例っていうのがね、 誰かに紹介した商品とか誰かが扱っている商品とかぶんないようにしなきゃいけないんでなかなか、えー、具体例出しにくいんですけど今回水やる人はさすがにいないんでね、えー、ミネラルウォーター買ったんでその例でご紹介しますまずこれね一番左のこのボトルが普通のガスなしスティルウォーター、ね、一般のミネラルウォーターですこれもう必需品なんで 消費税率0でこれ、よく売れる商品なんでね、あのまあ、初め売れてても、アマゾンに乗っ取られたとかね、なんかよくわかんない安売りやってる出品者が出てきたっていうことがありますけど、まあ、段ボールにえれと送るとか、そういう次元の数じゃなくてね、コンテナ1台全部水とか、ね、そういう規模で売れるような商品です。 そういうのは当然ね、私たち個人が副業でやってるとか、あるいは月々ね、何百万規模の出品者が扱っても利益出しにくいんで、初期に、初めのね、今オーストラリアだと、まあ、まだ参入者少ないんで、今みたいな時期に、とりあえず取引件数を稼ぐといった意味では必需品系もありですけど、まあ、そうでない場合はもう当然ね、大手が扱う商品、個人が扱っても利益取りにくい商品というのは必需品になります。例えば、水で言ったら、 スティールウォーターガスなしの普通の水とでこの真ん中のが、ね、ガスあり炭酸水、ねえー、なんですけどスパークリングウォーターこれは税率13%、ねえー、ゲリシャの場合は必需品系他に、ね、ヨーグルトとかバナナとかナッツとかあったんですけど全部13%でした基準は 13%13%、ね、13の税率、まあ、これ必需品ではなくあってもなくても良い商品、ね 別に炭酸水って飲まない人は全く飲まないですしねまあ高いと思うなら水飲めあるいは水道水飲めって話なんでね、えー、炭酸水は、まあ、あってもなくても良い商品ちょっと贅沢品というのもね、えー、狙い目の商品になりますそしてサンペレグルニの、ねえー、輸入一応ね EU 圏内でも、まあ、国が違えば輸入扱いになるんでこの輸入品になると高い ね、輸入品でガスあり高い。多分ね、輸入品の場合ね、スティルウォーター、ガスなしでも高いです。ねえー、私あんまり、その、スティルウォーターは、えー、そんなこだわりないんで、普通にその現地の安いの買ってますけど、まあ中にはね、なんかこだわりのある、えー、水がある人は、その輸入品のスティルウォーターは高い。24%。ね、でこれもまた狙い目。ないしろね、個別で送るんで、送料高いんでね、 えー、ある程度値段が張らない、張るもんじゃないと利益取りにくいっていうところもあるんでね、この3つの中で言ったら、まあ、あの税率24%になる商品が望ましいと、ね。逆にそんなにいっぱい売れないんで、まあ、大手も入ってこない。まあ、サンペレグリノンを事例に出してはあんま売れないっていうのもなんですけどね、まあ、えー、水はたくさん売れる商品なんでね、まあ、サンペレグリノンでも売れますけど、まあ、他の商品でね、この、 贅沢品扱いになるような商品っていうのはあんまり数が出ないんで、えー、非常に利益が出た際にライバルが出にくいと大きな、ね、強いライバルは市場規模が小さいんで入ってこない場合が多いということが言えます個別サポートの会社は、ね、もう本当にうまめに、えー、こんなことまで聞くのなんかなと思うもんまで聞いてくださいで、えー、チャットワークサポートと、ね、バニュアルサポートの会社はこういうのをヒントに、ねえー、出自品ですぐに Amazon が入ってきちゃったとか なんかわけの金やすりやってるやつが入ってきたというような商品じゃなくて、まあ、あってもなくてもいい商品、ね、それからくだらない商品、贅沢品、その辺の商品を狙って商品探しをして、えー、儲かる商品を見つけていってください。またね、商品探しはもう本当に、いくら説明してもね、えー、一般論だと説明しきれない、ね、ケースバイケース、ねえー、っていう例があるんですけど、 まあこういうね、えー、誰の商品ともかぶらないで、えー、説明しやすいなというね、えー、事例があった場合にはまたご紹介してきますので、商品探し、何しろ楽しいなと思ってね、えー、探す習慣をつけるというのがね、一番のコツなんですけど、必需品ばかり見つけててね、えー、探しても探しても次々とライバルが出てきても儲かれませんという状態になっちゃったらつまんないんで、まあ、儲かる商品というのは必需品ではなく、あってもなくても良い商品。 くだらない商品、贅沢品だというのをね、えー、頭の片隅に置きながら商品探しをしてください。以上、アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。